どうも、沖田由紀です。お願いします。さあ、今日語る映画は、これはもうちょっと涙なしには語れん映画なんじゃけど、僕が人生で好きな映画ベスト10に入っているこちらのリアルスティール。最近ね、ネットフリックスで配信開始されたっちゅうことで、ちょっと改めてこの作品語りたいんですけど、めちゃくちゃ思い出深い作品でね、これ公開されたのが2011年で、俺がまだ小学生の時だったんだけど、当時ね、父親と一緒に見に行ったわけよ、この映画。で、僕はあの、親父と血が繋がってなくてね、重なんかもうちょっと泣けそうな語り口じゃない。まあでもその父親の影響で俺結構映画好きになったりもしてるんだけど、広島の富士グランっていうショッピングモールの中にある東宝シネマスでね、この親父と見に行って、見終わった後映画館のロビーで父親と伏せるでシャドーボクシングなんかしてね、親子の絆をより深めたんですけど、もうめちゃくちゃ思い出深くてさ、その思い出補正なんかもあって人生ベスト級に好きなんですけど、ただシンプルに映画としてめちゃくちゃ面白いし、これ監督がね、ショーン・レビ監督っていう、今年の夏にデッドプール&ウルバリンの公開なんかも控えてて、あとナイトミュージアムとかフリーガイの監督なんかもしている人なんですけど、でまあ主演はね、そのウルバリンのヒュージャックマンで、ほいでロボットボクシングをテーマにしている親子の物語ってもう思んないわけないじゃん。だからまあ誰が見ても楽しめる作品だと思うんでね、まだ見たことない人はぜひリアルスティール見てほしいんですけど、今回この作品についてネタバレありで喋っていこうと思いますので、まだ見てない人はぜひ見てみてください。いやもう多分リアルスティール見たことある人はもうみんな好きなんよ。で、特に俺ら世代なんかはさ、さっきの俺と同じように映画館で父親と一緒にこの映画を見に行ってより好きになってるなんて人も多いと思うんですけど、まあ、いわゆるボクシング映画で、それこそロッキーとかチャンプみたいにね、名作ボクシング映画のエッセンスなんかも感じられる作品なんですけど、ただのボクシング映画ではなくて、近未来を舞台に高性能ロボットの台頭によって人間のボクサーがいらなくなってしまってね、ロボットボクシングっていう、まあ、ロボット同士の殴り合いがもうメジャーになってしまっている世界で、主人公のヒュージャックマン演じるチャーリーっていう落ちぶれた元ボクサーの男が、このロボットボクシングで小銭稼ぎの日々なんかを送ってるわけよ。ただこれ近未来を舞台にしてるとは言いつつも、なんかものすごいテクノロジーが発展している世界でとか、そのサイバーパンクな雰囲気でとかじゃなくて、まあ、限りなくこの今の世に近い、カウボーイハットかぶったヒュージャックマンが寂れた田舎町で牛とロボットボクサー戦わしてるみたいな、すげえシンプルで人間臭い設定だから、そこにこうロボットっていうテクノロジーがいるっていう異質さがね、結構面白かったりするんだけど、まあこの主人公のチャーリーって男はなかなかのクズでさ、ボクサーとしてもまあロボットボクシングっていうまあ時代の影響もあってもう引退してしまってね、もう借金まみれの日々なわけよ。だそんなある日、チャーリーの元に元奥さんの訃報っていうのが届くわけで、この亡くなってしまった奥さんとの間にね、一人息子のマックスっていう少年がいたんだけど、もう離婚して以来会ってないから10年ぐらい連絡取ってなかったんだけど、まあその母親である奥さんが亡くなってしまったから、これ久しぶりにこの息子と再会するわけよ。ただまあチャーリーからしたら、生まれたばっかりもう離婚しとるけさ、全然思い入れもないし、その親父としての自覚なんてのもほぼないわけね。ただその亡くなった奥さんの親戚がこのマックスを引き取りたがっとって、でもチャーリーからしたらさ、これはビジネスチャンスやと言わんばかりに、親戚のところにお金ふっかけて、金さえ払ってくれたら俺はもう父親としての権利放棄するから、もう自由にさられてくれって言うわけ。もう毒図じゃん。ある種金で息子売っちゃうのね。ただその手続きとかの問題で、まあすぐに親権を放棄することはできないから、一時の間この息子をしばらく引き取らんといけんってことになるわけで、まあ渋々ねこのマックスとの共同生活っていうのが始まるんだけど、このマックスもなかなかにやさぐれた少年でね、全くこの二人の関係に親子という信頼関係はないわけね。ただその父親が元ボクサーで、今はロボットボクシングで身銭を稼いでいるっていうのを知って、ちょっと興味抱くわけよ。というのもこのマックスがロボットボクシングマニアで、てかまあガキンチョからしたらロボットボクシングなんて夢しかないじゃん。でこの息子のマックスを売った前金でね、この新しいロボットボクサーを買ってるわけで、それをこうマックスの前でお披露目するわけよ。これがノイジーボーイっていうね、まあ、日本製のメイドインジャパンのロボットなんだけど、戦国武将の甲冑をモチーフにした紫色のボディがブワー出てきて、この胸のところに極悪男子、聞いたことない四文字熟語、極悪男子って漢字が刻まれてんのよ。まあ、なんかその田舎のヤンシャみたいなロボットがね、バーチン出てくるわけ。ここでこのチャーリーとマックスがね、そのロボットボクシングっていうものを通じてこう繋がっていくようになるわけよ。でこのまずノイジーボーイ引っ下げて、この地下闘技場にある裏のロボットボクシングみたいな、その掛け試合みたいなところに出して戦わせるんだけど、まあとにかくチャーリーがね、まあボクサーとしては強かったんじゃろうけど、
ロボットボクサーとしては何の才能もなくて、ボッコボコにされて、ノイジーボーイ首がブリーン吹き飛んで負けちゃうわけ。せっかくね、息子売った金で手に入れたロボットなのに、早々にスクラップになっちゃって、おいおいと、ついてないなぁなんて思いながら、まあその鉄くず工場でね、ロボットの部品なんかをこのマックスと一緒に探しに行くわけ。ならこの鉄くず工場で、マックスがね、泥の中にまみれとった、ボロボロの旧型ロボットを見つけるわけ。これがまあ、スパーリング用のロボットで、やっぱりそのロボットボクサーの練習相手として作られたロボットだったんですよね。これがまあ、アトムっていう名前のボロボロのロボットなんだけど、なんだかまあ、修理して動かしてみたんだけど、このアトムには、模倣機能っていうのがついとって、これ目についているカメラで、人間の動きっていうのをこう模倣すんのよ。まあ、なかなかこう、珍しい機能がついとったロボットなんだけど、まあ、これをね、マックスは、何せロボットボクシングオタクだから、このアトムをね、自分なりに改造して、そのぶっ壊れたノイジーボーイとかの部品も使って、ロボットボクサーとしてリングに立たせるわけ。このアトムがね、いい動きすんのよ。こっからね、この二人で、いろんな賭け試合に出場して、次々に強いロボットボクサー相手にこう、勝利を重ねていくわけ。その間にだんだんとこの二人の関係ってのはこう、深まっていくんよね。ほんならこの、ロボットボクシング協会には、最強と言われているロボットボクサーがいて、その名もゼウス。純黒のボディが艶びやかに光る、見るからにいかつい見た目したロボットがおるんだけど、で、このゼウスを作った開発者ってのが、まあ、日本人なんだけど、この男がね、今のロボットボクシング業界を牛耳っている男なわけ。こいつがまあ、タクマシドって言うんだけど、タクマシド、なんじゃその名前、メズ、タクマシド、タクマシーの過去形、タクマシーに ED つけてタクマシド、地元どこ？上の名前なんか下の名前なんかもわからんじゃん。これでも実はフルネームでタクマシドで、タクマシドっていうのよ。だから日本表記にするとマシドタクなのね。マシド、まあ、タクはまだあるとして、マシド、マシド家のタク、ちょっとちょっと邪魔か。ただもうこのタクマシロってのは天才で、まあ、これまでいろんなロボットってのを作ってきたと。だからあのノイジーボーイも、このタクマシロが作ったロボットだったのよ。昔ね。ほんならアトムがどん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 人気になっていて、有名になってしまったもんやから、このタクマシロの耳にもこのアトムの名声っていうのが響いてきて、このゼウスとアトムが戦うという、激アツなマッチってのが行われることになったわけ。ほいで鍛えるゼウス戦。捨てられた子供と捨てられたロボットと捨てられたボクサーがね、人生のリベンジマッチをかけてリングに向かうと。もう激アツじゃん。全シーン好きなんだけど、ボクシングのこうトレーニングみたいなのを模倣機能を使ってね、親父につけてもらうシーンなんかもあるんだけど、ここもいいのよ。そのせっかく模倣機能でこのボクシングのトレーニングしたのに、本番じゃ全然模倣機能使わんっていう、なんでか知らんけど、その音声認識システムで操作をするっていう、あのトレーニング何やったんって話なんだけど、いや、あの模倣機能を使ったトレーニングはやっぱ最後の最後まで取っとくわけよな。でもこういろんなね、戦いをするところもさ、やっぱいろんな名ロボットボクサーが登場するわけ。ここもやっぱりね、サービス精神に溢れてるなって思うんだけど、ゼウスもね、ゴリラっぽい見た目で、内部に緑色の LED みたいなのが仕込まれとって、ゲーミング PC みたいな見た目しとんよ。めっちゃかっこいいのよ。で、このファイトスタイルもめっちゃダサいのよ。アトムはまあスパーリングロボットだし、結構その機敏な動くタイプだから、限りなく人間に近い動きをするんだけど、ゼウスはめっちゃロボットっぽいメカメカしい動きすんのね。アトムは人間みたいな関節があるけさ、その撃ったら引いて撃ったら引いてっていうところでのラグが生まれるんだけど、ゼウスはもう腕にガスかなんか仕込まれとって、ここがもう伸縮するっていう機能がついてるけ、ノーモーションでパーンパーンパーンって撃つのよ。で、このゼウスのコンビネーションもダブルボディダブルアッパーみたいなバン、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 バンを繰り返す。めっちゃダサいんだけど、めっちゃ強いコンビネーション決めてくんのよ。ただこのゼウスね、最強で完全無欠なはずなのに、試合中エネルギー切れるよ。バカすぎる。マシドタク、お前なんでその、作っとる途中にエネルギーのこと考えてなかったの、お前。多分そのゼウス最強すぎるから、大抵の試合はワンラウンドで KO して沈めるんだろうけど、アトムが結構粘るもんじゃけさ、試合の途中で、やばい、エネルギー切れだってなるのよ。エネルギーが切れる？一番ダメやん。どれだけ強かろうが試合中に充電切れたら終わりやから。試合中にだんだん充電切れていって、こう、ガチャン、ガチャン。ガチャーンって動きに鈍くなっていくのよ。ほんならそこでな、アトムの模倣システムによってチャーリーが操作することになったアトムがね、リングの脇でこうガードするわけよ。ほんならこんなエネルギー切れていって、ゼウスがガチンガチン
ガチーンってなるんだけど、ただ言うてももうギリギリを、あとももうボロボロに打たれとって、もう次やられたら、もう次ダウン取られたら終わりっていう中で、それでもなおチャーリーはね、ガードを上げっぱなしで全然反撃戦負け。で、周りの人たちはさ、みんな、おい、アトムどうした？頑張れ頑張れってなるのよ。で、息子のマックスも心配そうな顔でさ、チャーリーどうしたの？早く打ってよ、早くカウンターしてよって言うんだけど、チャーリー全然カウンターせずに、まだだ。まだだって言うわけ。何してんのチャーリー、早く早く、いやまだだ。いやまだだってな、もうゼウスがだんだんエネルギー切れていって、ガチン。ガチン。ガチン。ほんで、この中に光っとった LED ライトがブチブチブチって点滅していって、ふってエネルギーが切れたなって思ったその瞬間見逃さんように、おい見てろよ。今だ。バーン！ゼウスの顎にアトムのアッパーカットスーパーン！ティリーリリーリリー、ここにあのダニー・エルフマンの最高の音楽かかるわけ。もうこれ激ハンもめっちゃいいんだけど、リアルスティール。メインブラックとかね、サムライミのスパイダーマンの音楽手掛けてる、ダニー・エルフマンってやつが手掛けたらね、最高の音楽が流れるの。これ、バーンつって。ほいでもう、やっぱこうロボットボクシングやから人間とは違って血じゃなくてね、火花が散るわけ。スーパーンってこう、鋼と鋼がね、リアルスティールがね、カチッと音がするわけよ。ほんならもう会場のボルテージマックス、こっからアトムの猛追撃始まるわけ。でもその模倣システムやから、常にこうチャーリー動きっぱなしで、リングの外を縦横無尽にかき回るわけよ。わーつって。でもニッコニコでね、こうヒュージャックマンがシャドーボクシングするわけ。ほんで、そのニッコニコの親父のシャドーボクシングを、息子のマックスが、ずっとリングの脇でこう、父ちゃんの姿見ながらね、目に涙を浮かべながら感動してるわけ。このカット最高なんだけど、会場の全員がリングに釘付けになってる中、この中で、アトムと息子のマックスだけは父ちゃんのチャーリーを見てるっていう、あとなんか幼馴染みの女の人ね。そっから、うわー盛り上がって、あんだけ追い詰めとったゼウスが、いつの間にか窮地に立たされて、もうたくましのぶち切れて目の前にディスプレイバーチンぶっ壊したもうガチ切れすぎてもう大パンするわけ。で、こう判定に持ち越しになるんだけど、もう正直どっちが勝ったかなんか勝敗なんかどうでもいいわけよ。まあ一応そのどっちが勝ったかとかは、まあじゃあ一応そのね、映画見てほしいんだけど、ここのね、ラストのバトルがね、熱すぎるんだよね。やっぱロボットのクオリティも半端なくてね。これ一応ね、そのアトムとかノイジーボーイとか、実際にロボットを模型として作って、もちろんまあそのロボットボクシングほどは動けないから、レプリカ的なね、ちゃんとロボットを作った上で、その後にこう試合のシーンとかでは CG を使ったりとかっていう、使い分けてんのよ。その実写の部分と CG の部分を。ものすごくこうリアリティがあって、映像にすごい説得力があるのね。出てくるそれぞれのロボットの動きとかファイトスタイルにもそれぞれ個性があるから、結構ディティールもこだわられとって、ロボットボクシングものとしても、クオリティがすごい高いのよ。まあ、あとその、これまでのボクシング映画だったら、まあ、基本的にやっぱりその、撃たれるのは人間だったから、例えば主人公が顔パンパンに腫れて血とかも出ながら、それでもエイドリアンって叫ぶから熱かったりもするんだけど、まあ、リアルスティールはその、人間は傷つかないから、まあ、そこでどうやってこう、ボクシングものとしてのね、熱さを持たせるのかっていうところで、俺やっぱ一個ね、その、実況がめっちゃいいんだよね。もうその毎試合なんか実況者みたいな解説者みたいなやつがいるんだけど、この実況がマジでフルタッチレベルに熱くて、だからあの最後の試合で中盤ボロボロになったアトムをね、なんとかこう修理しているところで実況者がケントンはアトムに不屈の精神も組み込んだのでしょうって言うのよ。なんかちゃんとこう試合を盛り上げてくれんだよね。この劇中でチャーリーが言う、これはボクシングなんかじゃないショーだっていうように、ショーとしてこう楽しませてくれるんですよね。だから最初にね、そのロッキーとかチャンプのエッセンスもあるって言ったんだけど、だからそこにこうベイマックス感もあるっていうか、だから結構まあ誰でも楽しめると思う。今ネットフリックスで配信されてるんでね、まあこれを見た上でデッドプール&ウルバリンを見てギャップにもだえような。以上、沖田由紀でした。バイバイ。あの X とかその他諸々の SNS やってるんで、よかったら概要欄からその辺チェックしてフォローしてください。あとチャンネル登録と高評価とか、なんかよかったらしてください。これ言わんといけないのな、これをね毎回忘れるのよ俺は。これ言わんといけんってことに最近気づいた。チャンネル登録お願いしますだ。いやー、リアルスティールね、みんな好きよね、これ。てか、まじで見たやつみんな好きになるよね、この映画で。名前がアトムよね、もう鉄腕アトムよ、まんま。その、こんなにもね、なんかその主人公が着ている、なんかマックスが着てる服もさ、なんか、最後の試合はなんかロボットってカタカナで書いてるシャツ着とったりするのよ。すごいこう、日本リスペクトというかね、まあ、ロボットといえばやっぱり日本が多分ね、ベイマックスもそうだったけど、
なんか日本が多分ちょっとこう最先端を言ってるというか、日本のイメージが多分海外にも強いんだろうなって思うんだけど、それにしてはこうたくまし度の日本人への解像度の低さよね。あんなこうねアトムとかつけたりさ、ねえそのロボットってシャツ着さしたりね、なんで極悪男子とかつけたりするけど、たくまし度、そこだけちょっと腑に落ちんよね。